はい、それでは課題その2、ステージと壁面造作、それに家具8台を加えた 3D を作成したいと思います。スケッチアップウェブによる作図動画です。長方形をクリックします。アイテム選びます。対角上に線を持っていて、マウスから手を離して、横幅1万、カンマ3000入力します。はい、プッシュブルで高さを与えます。クリックしてこのように上に持っていて、はい、100と入力してエンターキーを押します。これでステージの造作ができました。次に基準になる線を書きます。まず左側の側面、線のツールバーをクリックして左側の側面に持っていって、中点のところで表示が変わればクリックを押してください。このまま右側に持っていきます。この時赤い線になっているのを確認して、途中まで来たらマウスから手を離して線と入力してください。はい、選択ボタンで解除します。反対側にも同じようにやります。線のツールバーをクリックしてください。右側の側面にカーソルを持っていき、中点を探して中点という表示が出ればクリックしてください。そのまま左側側面の方に伸ばして、この時線は赤色になっていることを確認して、マウスから手を離して数字の点キーで線と入力してください。はい、これで2本の線が、1000ミリですね、2本の線が描くことができました。次に補助線を描いていきます。補助線は巻尺の絵ですね、メジャーの絵、これをクリックします。一番上をクリックします。側面のところにカーソルを持っていき、中点とかエッジ上っていう表示が出たらクリックします。そのまま右側に持っていきます。こうそうすると点線の線が出てくると思います。この時にマウスから手を離して線と入力してください。はい、同じように左側もやります。メジャーのツールバーを選んで右側の側面に行って、エッジ上ってなって、左の方にずっとカーソルを持っていきます。マウスから手を離して線と記入します。はい、点キーで線とか数字を入力すると、必ず右側のところに入力されている数字を確認することができます。もし間違っているようであればバックスペースを使って再入力ができます。はい、できたらエンターキーを押してください。はい、これで補助線も記入ができました。これで壁面造作を貼り付けるのに、この線を使って使用が可能になるということですね。なので、この補助線の引き方、消し方っていうのを覚えていると非常に作図が楽になります。それでは三角形の造作を書いていきます。三角形の造作はステージの外側で書きます。ペンのツールを選んでください。線は2点ですね。1点2のところをクリックして右側の方にずっと持っていきます。この時に赤い線になっているのを確認して8000と入力してください。はい、次上に行きます。上の線は青色になっていることを確認して1500と記入してください。で、そのまま連続して記入が可能です。1点目のところに持っていくと頂点が描けます。これでダブルクリックします。はい、解除ボタンいきます。これで側面の三角形が描けました。次にこれに厚みを持たせます。厚みを持たせるのはプッシュブルの機能ですね。これをクリックします。側面のところに持っていきます。クリックします。手前に引きます。マウスから手を離して100と入力してください。で、エンターキーです。はい、これで書けました。もう一枚三角形が必要なのですが、コピーしてペーストするのと作図するのと両方できます。例えばこっちからこういう風に引いて、赤い線で8000と書いて、この上を
青の線になったことを確認して1500、このまま頂点持っていて、でこれでプッシュブルーを押して側面孔を引っ張って100、はい、これで2つの壁面造作、三角形の造作ができました。もしくは、はい、コピーする場合は全体選んでコントロール C を押します。そのままコントロール V で貼り付けができます。このように、これは向きが一緒なので回転が必要になるので、ツールバーで回転を選びます。回転をしたい中心を選びます。はい、回転する側2点目選んで、このように、はい、回転させます。はい、これで180度回転できた状態になります。作図してもいいし、コピー、作図しても構いませんし、コピー&ペーストでこのようにしてもらってもどちらでも結構です。これをステージの上に移動させます。ちょっとこれ先消しときますね。消し方は消しゴムで、このようにしていくと消せます。はい、消しゴムツールですね。はい、移動はこれをこういうふうに囲って移動していきます。移動のツールバーを使って端点を選びます。端点はこの頂点の先っちょですね、ここです。はい、クリックします。はい、移動先の線のところの端点に持っていきます。ここです。はい、クリックしました。はい、これで1個目が移動できました。次2個目です。また全体囲います。移動ツールボタンを押します。はい、移動する端点はここになります。はい、クリックしました。はい、カーソルを動かしながらここですね。はい、これで貼り付けました。はい、貼り付けて全体を見ますと、このようにステージ上に三角形の造作を貼り付けることができました。はい、これに色をつける、色をつける場合はマテリアルを選びます。はい、もうちょっと詳しい色を見たい場合は参照、虫眼鏡を押して色を押します。でマウスでこうスクロールしていって水色を選びました。水色を選ぶとこのマテリアルのところに水色の表示がされています。これをクリックして画面に持っていって、色をつけたいところの面に持っていってクリックすると色がつきます。で、色は面ごとに着彩が必要になります。なので1面ずつ色をつけていきます。選んでこうですね。で、次同じようにここもクリックします。はい、さらに裏面ですね、裏面も必要になります。で、水色を選んでマテリアルのところで、はい、はい、このように造作が描けます。描けましたら補助線を消したいと思います。この補助線はあくまでもこの三角形の造作を貼り付けるための基準線です。ですので 3D で描くことができたらもう消してしまって大丈夫です。消すのはこの消しゴムボタンですね、これをクリックします。消したい線上のところに持っていってクリックをします。そうすると消えます。はい、反対側も同じです。線上のところに持っていってクリックします。消せます。補助線もこの線上に持っていてクリックすると消えます。はい、ということです。ここからは、はい、コンポーネントでチェアを選んで、はい、椅子を貼り付けていくということになります。こんな感じですね。
はい、こんな感じになります。はい、これで保存します。名前でサードその2なんで02。はい、これで保存です。あと8内の椅子はもう各自皆さんやってみてください。今は2つだけやってますけども、スケッチアップウェブの場合は JPEG での書き出しができないので、画面上でスクリーンショットを行います。好きな位置を決めてもらって拡大して、このままでフィンボタンと F12 とかを押すとスクリーンショットで貼り付けができます。はい、これでワードとかを立ち上げてもらって、でトリミングをしてもらうと、いらんところが消えますので、はい、このように。課題その2の方は家具を配置した方でも構わないですし、家具の配置まで間に合わない人はこのように造作だけの提出でも構いません。もしくはスケッチアップでの製図が無理な場合は、簡単なスケッチでも構いません。手書きスケッチでも提出は受けますので、どちらでも結構です。はい、ということでスケッチアップで課題その2を簡単に説明してみました。以上です。お疲れ様でした。